ヘミオラとは、いわゆるポリリズムの一種で、主にバロック音楽やクラシックなどにおいて、三拍子の曲で、に小説をまとめて、それを三つの拍に分け、大きな三拍子のようにすることを言う。元の意味は1、1たす2分の1。修士家電図において使われることが多い。ヘミオーレとも言う。例えば、4分の三拍子の曲の途中で、数冗談のような音形が現れると、 下段のような三つの二分音符に聞こえる。このようなものをヘミオラと呼ぶ。このように聞こえるのはシンコペーションによって脅迫が本来の位置からずれるためである。このヘミオラの例では元の4分の3拍子の白節感は消え去って突然テンポが半分になってしまったように感じられる。主な使用例としてはバロック時代のサラバンドなどの3拍子系部曲。 シューマンでの公共曲第3番の第一楽章や、ピアノ競争曲最終楽章、ドビュッシーでの12の練習曲の第12曲などがある。ポピュラー音楽では、ミュージカル、ウエストサイドストーリーのアメリカが最もヘミオラで知られる曲の一つ。タクタクタクという本来にではりきる表紙に、タククタククという3ではりきるフレーズが乗る状態。この楽曲のメイン部分では、これらが、 交互に現れるため、恒例、ありがとうございます。